私は今ここでスカートを託し上げてご覧に入れます。ノーパンであることご了承願います。よし、鍛錬、成績優秀、スポーツ万能。あ、香坂さん、大切なお話があるとのことで参りました。どのようなことでしょうか？好きです。付き合ってください。私でよければ。よかった、思い切って告白して本当によかった。とりあえず四十八手を全て暗記しますね。一緒に帰ろう。うわー、ちょ待って、しずく姉ちゃん、ちょ、なんでいきなり抱きついて。幼なじみなんだし。行こう、ハル、カナちゃん。帰ったらうちでクッキー焼いてあげる。やったー、しーちゃん大好き。香坂さんのことは時期が来たら話せばいいか。どんな性癖をお持ちですか？最初にそれ。彼氏の性事情を理解できない彼女には不満がたまると聞いたので。さ、これなんて公開処刑。重そうだね。僕も手伝うよ。そう、奴隷にしてはいい心がけね。どうしたの？もしかして僕 M だと思われてる？二人でやれば楽勝だったね。ありがとうございます、篠崎さん。もう少し彼女らしい篠崎さんがキュンとくる呼び方をしたいのです。舞台野郎で。うん、この際だから言っとくね、僕 M じゃないから。香坂さん、いつもここでお弁当食べてるんだ。ええ、眺めもいいので。あ、美味しかった。普通に、顔だけで十分だから。はい、どうぞ。普通の自撮りをエロゲー加工しました。おかずから離れてくれない？篠崎さんももしかしたら私のことそんな風に。一緒に帰ろう、香坂さん。はあ、はい。どうしたの急に。ああ、髪に何か。すみません、私耳はちょっと。え、意外な弱点。香坂さんにも隙はあるんだね。のった悪い。はい、やり直しを要求します。篠崎さん、この方は僕の幼馴染で3年の有山しずくさん。ただだけの関係だったのね。ベッドの上であんなに激しく絡み合って。小さい頃の話でしょ。もう食べないでよ。うん、しょうがないな。はい、ラストよ。帰る。はいはい。春の背中に当たっているものは何でしょう？制服、シャツ。ブブー。本当に仲がおよろしい。私のことは気にせず、どうぞ続けてください。ごめんごめん、私はもう邪魔しないから、あとは二人で存分に戯れてね。よかった。春も私を触って温まったら。私が温めます。二人ともできたよ。もう過度な絡みはやめてくれ。あら、体育倉庫？こんなところで待ってるなんて。まさか何か過激なことを考えてる。考えすぎです。いやー、篠崎さんのカバンにセクシーな本が。本ではなく私に頼ればよろしいではありませんか。やあ、あのさ、香坂さん、ちょっとびっくりしたけど。篠崎さん。だからそれだけで十分だよ。これからもよろしくね、ハルくん。仲を深めるには砕けた口調が良いかと思ったのですが、さすがに引きましたよね。もうやめます。ん、雨か。どうしよう、雨宿りしてから帰る？いえ、走って帰りましょう。ほら、もっとくっつけよ。いやんこ。いい感じ。
あいあいがさ、苦手なんだね。すみません。風邪とかひいてなきゃいいけど、ちょっとメールしとこうかな。まあ、独り身で寂しいお兄ちゃんを構ってあげる。あ、うん、じゃあ返信が終わったら遊ぼっか。いいよ。高坂さんって誰？な、こら、覗いちゃダメだよ。いいじゃない、彼女じゃあるまいし。彼女だけど。彼女くらいいても余裕だし。だってお兄ちゃんが一番可愛いのはカナなんだから。あ、高坂さんから電話だ。仕方ないな。すごいな、なんか楽しそう。カナがいるのに。おはようございます。あ、綺麗な人。あ、高坂さん、おはよう。あ、一つ下の妹でカナタって言うんだけど。どう？こんなに求められたことないでしょ。確かに。とりあえず高坂さんの誤解を解いた。すみません、私ひどい勘違いを。また仲良くしてる。じゃーん、スーパーカナちゃんタイム。高坂さん大丈夫？悪いのはカナタの方で。つい隠してしまい、ラッキースケベを発動できませんでした。何の謝罪ですか？これからもっとお話しましょう、カナタさん。高坂さん。しかし、あえて言いましょう、やらされているのではない、やらなくてはいけないのだと思い出してください。美化習慣とは関係ないが、男子は奮い立った。ティッシュも抜いた後に捨てるもんね。たくさん抜けたわね。姉ちゃん空気読ん。お前、そいつも捨てちまうの？お疲れ様。新しい袋を持ってきたよ。本格的に掃除するのもたまにはいいね。ん？高坂さん、これからも大事にしてくださいね。よっしゃー。心を込めた手作り弁当、これで彼氏のハートもわしづかみ。え、高坂さんの手作り弁当？力が欲しいか。何ができたの？食材も男もお手の物かな。今のは男を料理へってところがボケです。お願いします、お願いします。惜しいな。正解はこうよ。ポジションどうでもいいわ。私はできる、私はできる。はい、ねえねえハル、ご飯終わったらさ、私の部屋でいいことしよう。春の味見もしたいな。女の子同士でこういうことも悪くないでしょう。有山先輩の教え方お上手です。まさか私に任せればいいから。なんか嬉しそうだね。ああ、うん、誰かと一緒にご飯って久しぶりだし。はしゃぎすぎていつもより面倒だな。じゃあ食べさせてあげるよ。はい、僕のバナナ。変な食べ方しないでよね。そのまま食べるのですか？なんでだろう、急にキレがなくなったな。まだあいあい傘は苦手なんだ。もっとこっちに来たら濡れちゃうよ。はい。